アジアハイウェイ11号線はアジアハイウェイ網の路線の一つ。アジアハイウェイ東南アジア小地域の路線の一つ。ラオス、カンボジアの2カ国を経由する。総延長は1593キロメートルである。ラオスの首都ビエンチャンを起点都市南に向かう。ビエンチャンはアジアハイウェイ12号線の通過点であり、メコン川中流の河岸にある。ラオスの区間はメコン川の流路と、 平行な経路を取る。途中ビエンカムからターケークまでの区間はアジアハイウェイ15号線との重複区間であり、セノではアジアハイウェイ16号線と交差する。ブーンカム・ストントレン国境検問所からカンボジアに入る。カンボジアに入り、ストントレンからクラチエまでの区間はメコン川と平行し南に向かう。クラチエから南は メコン川を大きく離れて迂回し、カンボジア東部の町のスネオルやメモットを経由する。以降、再びメコン川に近づき、カンボジアの首都プノンペンを経由し、港湾都市、シアヌークビルを終点とする。東ハイウェイのルートの一部区間は大メコン県、経済回廊のルートの一部となっている。セノからシアヌークビルまでの区間は大メコン県、南部経済回廊の一部となっている。 ビエンチャンからビエンカムまでの区間は将来大メコン県南北経済回廊のルートの一部となる要関係国間で調整中である。区間延長 823km 区間延長 770km。ありがとうございます。